ザ。はい。どうも。さあ、今年まだ分かりませんけど、うん、オリンピックがあります。はいはい。まあ、野球の競技としたら、うん、まあ、最後になる可能性が強いということで、だね、で監督は、まあ、監督大将はアテネに一緒に行きましたよね、でその時に、まあ、ヘッドコーチ兼バッティングコーチだったんですけど、うん、まあ、長嶋監督が倒れて、うん、まあ、指揮を振るうことになったじゃないですか、つら、はいはい、かったですね。いや、まあ、つらかったっていうかプレッシャーがあったですよね。いや、つらかった、辛かったですね、野球人生の中でこれほど辛かった時期、時間帯はなかったな、うん、あれがあったから、DeNA の監督の4年間、みんな本当きついでしょというお前も思ってたかもしれないけど、全然きつくないんだよ、あれに比べたら。あの時の苦しみはお前、お前もう手に取るように分かると思うよ。分かりますよ、分かりますけど、何が一番苦しかったですか。いや、プレッシャーだよ、その絶対勝たなきゃいけない、うん、プロって絶対勝たなきゃいけないっていうところじゃないじゃない、そうですね、毎試合あってさ勝ち負けがついてくるっていう世界だけど、あの時にはいっぱいもできないっていうさ、うん、プレッシャーをみんなが作っちゃったとこあるんだけど、長嶋茂雄に絶対 100% 全勝して金メダルを見せるんだってさ、うん、それで病を治すんだっていうさ、うん、 そうですね、その一番深いところに目標があった、うん、あって、でみんなにプレッシャーをかけてしまったっていうところも俺の中にプレッシャーになっちゃった。それも、まあ、指揮を取るのは大将だったじゃないですか、うんうんうん、でも気持ちはやっぱこうユニフォームをこうかざして長嶋さんの方に向いてるというか、選手は、うん、そういうところも感じたでしょ。感じてるよ。いや、だから それはものすごくやりにくくなかったですか。いや、やりにくいっていうか、あんなことを経験のないな、監督経験のない、人間にやらしちゃダメよ、うん、あれは最初から間違ってんだよ。俺が代行で行くっていう、その長船さんの言い方もそうだったんだけど、うん、事務局の事務局長が長船さんに呼ばれて、長嶋君がおそらく無理だろうというところで、君は監督代行とも言えないんだけど、アテネに行って指揮だけ取ってくれるかって言われて、でも代行ってついたらやりようがあったんじゃないですか。まだな、そうでしょ、まだあるよ。そうですよね、うん、代行だからっていうふうに言える肩書きがあるじゃん、うん、それも言ってくれない状況の中で、そんな回りくどい言い方されたんだよ俺、うん、でそっからその時から、あ、これダメだなと思ったの。ダメだっていうのは、この組織じゃ 俺しか受けられないだろうなと思ったの、うん、まあ、他の人間だったら絶対できないなと思ったから、それで終わらせたくないじゃん、長嶋ジャパンだから、うん、長嶋ジャパンを継続するためには俺がやんなきゃダメだよ、はい、うん、それが表に出てやっていかなきゃ長嶋ジャパンの価値っていうのは薄れるなと思ったから、うん、でもどうあんな言われ方としても、いや、もう頑張ろうというふうに腹くくったわけ、うんうん、で、お前らがいてくれて、で、いや、ね、でも寝てないですもんね。寝てない、ね、寝てなかった。まあね、本当あれだけ酒飲んでも寝れなかったですもんねもう酒も飲みながら冷めていってたもん、冷めていってましたもんね。そう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 、ああいう時間帯ってだから人生の中で経験したことないしさ、何、うん、なんだろう、明日が怖い、うん、いや、そうですね、明日が怖いっていうのかな。あ、もうそんな顔してましたもん。本当だ、明日どうなるんだとか。あれ1ヶ月前でアテネに入ってからの1ヶ月を、うん、6キロぐらいやってたんだよ。ですよね、うん、もうバッピーがやらなきゃいけないですほとんどバッピーだね。もう痛みも何も感じないですよね。感じない、もう意識はとにかく選手に打ってもらいたいってさ、大野豊はダメだしさ、イップスですよね。イップス思いっきりしか投げれない。お前はノックしかできないしさ、ね、ノックしかできない、ノックしかやってなきゃいけないよな、役割がさ、一人足んないんだよな、うん、どう考えても足りない。本当足んないよ。でも、うん、大将ね、今年のオリンピック、うん、まあ期待するところは、うん、金メダルっていうところなんですけども、はい、何がやっぱこうオリンピックで大事だなって感じたことってあります？いや、まあ勝たなきゃいけないっていうのはもうもろにそれは勝負の世界だからあるけど、はい、でも俺はやっぱ絆だと思うな、チームの絆、それが原点にないと絶対、勝ち切ることはできないんじゃないかと思うけどな、うん、やっぱ和ということですよね。和っていうことだと思うけどな、チームっていうさ、うん、あの時には長嶋さんが言葉としては昼間のためにというね、うん、分かりやすい言葉で表現してくれてたけど、はい、それを心底思ってくれるかどうかだよな。そうですね、選手一人ここにね、うん、本当に日の丸のためにというね、大将ね、うん、オリンピック行ったチームと予選のチームがあったじゃないですか、うんうんうん、
これメンバーやっぱり変えなきゃいけなかったですよね。大将はどっちがいいチームだったですか。いや真のドリームチームって言った時にこの2人枠っていうのかな、1球団2人枠っていうのを取っ払って自由に作ってくださいと言われるのが本当のドリームチームだと思うんだ。それに近かったのは一応予選のチームの方がそれに近いチームなんだよな、戦いやすしというところで言えば誰を使っても問題ないと。でもオリンピックアテネに行ったチームっていうのはその枠があってあのバランスを作るのにどれだけ苦労したかっていうことだよな。もう本当にお前オセロゲームになってたんですもんね。こっちが素人だこっち苦労になっちゃうぞみたいな。よくあの苦労でも苦労した回がそれだけあったのかな、あのチームの方が味はあったよな。まあ味はありますね。これアテネに行った時のチームも、もうほとんどレギュラークラスはもうコテッときちっと決まっちゃって、で脇役がその脇役の仕事をしてくれるっていうね、まあ特にあのキムタクとかさ、村松かな、動けなくなっちゃってさ、こいつは使えないっていうところでもな、一緒にこれを苦楽を共に最後までやりきろうというね、その強い気持ちを持ってたのは怪我した連中の方がそれが強かったからさ。まあそうですね。でも幹部大将が最後にキムタク使ってやったじゃないですか。で3本打ってね。そう。いい仕事してくれたな。でも今年もそういうメンバーを選考しなきゃいけないと思うんですけど、まあスターを揃えるというよりも、やっぱチームというふうに。そうだな。いやだからレギュラーはレギュラー。その控えはサポート役はサポート役で決めた方がいいのか、それともやっぱこういい順から取っていった方がいいのかって、大将はどう思います。本当ドリームチームを作るということでいけばスター性のある、戦力として計算できる連中の方が、いいんだろうけど、俺はやっぱり稲葉にも言わせてもらったのは、経験上言わせてもらったのは、サブの存在はでかいよって。そのサブで安心できるユーティリティプレイヤーっていうのか、どのポジションもこなせるっていうやつを1枚2枚持ってないと本当に厳しい戦いになると思うよと。野球は怪我がつきもんだからな、その時に慌てないで済むように、本当に戦力としてレギュラークラスのやつをきちっと持ってるのがいいのか、ユーティリティがいいのか、24人の枠っていうことを考えたら俺はそっちの方が賢い選択になることを経験したけどなとは言っておいた。そうですよね、レギュラーはレギュラーで作っといて、やっぱサポート役はサポート役に徹してくれなきゃいけないんですよね。そうそうそう、俺はその方が絶対ね、そうですよね、いざという時にね、戦力が落ちるかもしれないけど、チームとしては成立するよ。だからチームとしては力は上になりますよね、そう本当結束力っていう点で言えばな、だから腐っていくんですよね、人間だからな、じゃなくて最初からサポートっていうことで、自覚して入ってくれればチームに転ぶ力になりますよね。そういうことだろうな。だからそういう意味ではバランス的に良かったのはアテネに行った本ちゃんのチームという感じが、俺はもう最高のチームだったと。そうですね、みんな結束はありましたよね。あった。本当は銅メダルだったけど、これ試合の中身とかさ、選手の意識とか戦ってる姿とかさ、何をとってもね、恥じるところが一つもないしさ、本当胸張って最高の野球ができましたってね。それはまあ金メダル取って初めてだよバカ野郎って言われるのは当たり前なんだけど、でも自分の中であのポジションであれあそこまでできたっていうのは彼らのおかげだ。やっぱり彼らがいたから、あの役者が役割分担がちゃんとしてたような気がする、俺の中ではね。まあカナダ戦終わってふぬけになってましたよね。もう無勇描写のようにね。もういやいや、日本に帰れないだろうとか、銅メダルで帰れないかもしれないけど、もう勘弁してくださいっていうね。疲れましたよね。もういいでしょうっていうぐらいね、もう一回野球から離れたいっていうかさ、あんな気持ちにも逆になったの初めてだしな。そうですね。でも充実したな。ありがとうございます。楽しかったし、いい思い出と今となってはもうだからあれ財産だって俺ね。そうですね。俺はもう一回やれって言ったらどうします。やめる。いや、持たないですよね。持たない。あれは持たない。あの環境まだ行きたくないけど、DeNA の
監督だったらやってみたいと思うけどな、あの環境が。あれはあのね、なんか作る喜びがあるね。だから僕はね、あのスタッフに聞かれたんですけど、中畑監督はどういうチームが合いますかって聞かれたんですよ。絶対若くて優遇なやつがいて、弱いチームが絶対合うから。いやいや、組み刺してんじゃないよ、違う違う、弱いチームだったら。いや、強いチームだと、おそらくつまんないと思う。そうだね、合わないな。合わないでしょ。合わない。俺、だから、飾りでいいのって監督なんてさ、飾りでいいんだって言うけど、それじゃつまんないんだよ、ね。つまんないでしょ。つまんないんだよ、ね。やっぱり育てたいっていうのがあるんですよね。やっぱり、あの中島さんにさ、一番あの年代的に、俺一番良かったと思うんだよな、中島さん40前後の。暑い時と、それで、俺らの若造で、今から A クラスを狙うんだっていうね、ああいう時間帯で、育ててもらったじゃん。それも暑かったから、ミスターも。まあそうですね。暑かった。その暑さで育ててもらったから、あの圧を、こう継続してさ、今の練習、若い練習のさ、大事に、過保護すぎるぐらい、大事に、筒香だって育ったじゃん。まあそうですね。もうね、まあ、筒香を育てるとき、まあ、1回は骨折させるとか言ってましたもんね。いやいや、手首が悪いときにね。いやいや、もうね、そうそうそう、やって骨折したら手術しろみたいな。そう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 、いやいや、壊れろって言ったもん。そうですよね。この100スイング以上させないでくださいって、トレーナーから言われた瞬間にぶち切れたんだから、ね、いや、青か、お前。これね、勘違いしてもらっちゃいけないけど、やったら壊れるって、だから練習できないって言ったんですよね。そうそう、トレーナーがあいつが言ったんじゃないよ。トレーナーから言われたんだよ。ああ、ね、監督すいませんけど、100スイング以上したら まず補償しますからって。お前100スイングってそのスイングの量しかできないで、一流選手なんか育てるわけねえぞ、お前。そんなだったらお前ぶち切れるんだから、ぶっ壊しやりゃいいじゃないかって言って、そこで真面目に言ったんだよ。いや、まあ、そしたらできたんですね。できたんだよ、それで。まあ手術もしないでさ、できて、それで翌年のキャンプなんかさ、もう居残りまでずっと打ち続けてな。そうですよ。それでそこそこのバッターに なってきてるんだからさ、やればできるんだよ。まあ、話は脱線しましたけど、オリンピックから。でも、もう今年のね、まあオリンピックがあれば、金メダル取ってほしいですね、最後にね。もうメダルはな、それは当然みんな期待するところだけれども、でもやっぱりいい野球、上品な言い方しちゃうけどさ、あの苦労を知ってるから、もう金メダル、金メダルって言う、俺はあんまり言いたくないんだよ。まあそうですね。過度のプレッシャーはかけたくないですよね。そう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 。だから、伸び伸びさ、そうですね、日本の野球をさ、はい、世界に、メッセージを送れる、はい、そういう野球やってくれたらいいよ。そうですね。期待しましょうね。期待しましょう。はい。はい。